式では園児32人が踊りを披露しました。昨日行われた落成式には関係者などおよそ100人が出席。式では名誉市民に選ばれている宿毛市出身で元関脇豊之島の井筒親方とソプラニスタの岡本智孝さんに名誉市民賞が贈られました。スクモッコの生活を支える新庁舎での業務は来月2日から始まります。